はい、どうも、村やんです。本日も食べ飲み歩きで三宮周辺を歩き回っております。まあ、といってもね、本日はね、行くお店はね、もう決めてありまして、今から北の坂の方にね、向かっていきたいと思うんですけども、まあただね、許可はまだもらってないので、行ってね、撮影させていただけるか確認させていただいてからね、食べ飲み歩きしていきたいと思います。とても楽しみにしております。行ってまいります。北の坂の西側にありますレンガ筋、こちらを北側から南に歩いていきたいと思います。そうするとなんだかいい雰囲気のお店を発見。早速中へ。店内はカウンターとテーブル席があります。うお、メニューもたくさん載ってるよ。まずはドリンクメニュー、飲めば飲むほどお得だ。おすすめメニューも美味しそうなものばかり。焼き鳥もあります。これは頼まないと。そしてこちらが焼肉。うん、美味しそう。こちらの小鉢からまず選びます。ハイボールと小鉢2品頼みました。お疲れ様です。うん、うん、うまい。それではいただきます。もやしナムル頼みました。結構ね、焼肉行くとね、頼みます。美味しいですもんね、もやしって。お安いのにね、うん、家でも作りますけども。そしてキムチも頼みました。うん、これを食べてるとね、お酒もね、進むんですけどね、ご飯も食べたくなります。うん、うまい。そしてささみのわさびあえ、まだあえてませんけど、こちらでございます。わさびをね、こうやってつけてね、いただく。おいちゃんわさびも好きなんでね。うん、うまい。こういったね、新鮮な鶏はね、美味しいですよね。うん、パクパクいけちゃいます。結構ね、わさびはね、つける方ですけど、なしでもね、むっちゃ美味しいです。つけるとね、風味がね、また変わってね、いいですよね。ぜひね、これはね、頼んでもらいたいです。結構ね、こういったね、刺し系のやつが多かったんでね、いいですよね、こういうの。そして、焼き鳥、90円焼き、ネギミ、ハツモト、こちらを頼みました。いい感じです。まずは90円焼き。まあ、ズリですね。この歯ごたえがね、いいんですよね。これでね、1本90円って、お安いですよね。うん。ズリです。うまいな。まあ、部位によってね、塩でね、あったり、タレでね、あったりとか、うん、好きな食べ方ってあるんでね。今回ね、他の2品はね、タレで注文しました。もちろん塩でも OK です。うん。焼き鳥ってね、美味しいけどね、なんかね、食べ過ぎちゃうんですよね。もうパクパクいけるしね。次がね、ネギミでございます。こういうのもね、この間に入ってるのはね、きっとね、玉ねぎの方だと思います。うん、これもまたまたね、絶品です。うん、結構ね、好きなんでね、こういうのは。あー、
過ぎちゃうのをね、気をつけながらね、昔はね、焼き鳥屋に行く前にね、ちょっとね、ご飯物をね、食べに行ってね、別の店で食べてから焼き鳥屋に行ったと。もうそうしないとね、もう焼き鳥屋でね、食べ過ぎちゃってね、もうどんだけお金かかんねえやって。そしてこちらがね、初元でございます。うん。これもね、歯ごたえもいいしね、このね、タレがね、この甘みのね、あるタレがね、美味しいんですよね。あかんか、焼き鳥はね、危険だ。食べ過ぎちゃうから。まあ、これぐらいにしとかないとね、おいちゃんの財布が大変です。そして、焼肉を頼もうと思います。まずは、ハラミ。うん。ご飯もつけました。大です。我慢できませんでした。まずね、焼いていきたいと思います。まあ、せめてね、赤身肉をね、頼もうと思ってね、ハラミにしてます。ちょっとした抵抗です。まあでもね、昔と、比べると脂身を食べなくなったなと思います。いい感じに焼けてきましたよ。ね、健康のためにね、赤身肉。でも味もね、好きだね、ハラミが。こうタレもね、美味しかったですよ、このタレ。うん、焼きはね、やっぱ美味しいタレがね、大事ですからね。で、このつけてね、ご飯につけてね、食べると、もうこのご飯がね、どれだけ進むか。おいちゃんね、ご飯好きなんでね、もう焼肉にね、ご飯がないとね、ダメな方なんで。うん。だから焼肉を食べるとね、どうしてもね、ご飯がね、我慢できない。うん。こうね、ご飯にね、タレをね、つけながら食べて、そしてそこをかっくらうと。これがうまい。うん。もう米がね、進む進む、あかんあかんを見ながら。うん。お酒もね、美味しいし。どんどん飲んじゃうよ。でキムチ、はじめのキムチも食べます。焼肉にはね、キムチはね、必需品です。そしてトントロ頼みました。こちらはね、タレではなくてね、塩なんでね、そのまま焼いていきたいと思います。丁寧に焼いていきます。この焼いてる時間もね、楽しいんですよね。お酒もね、どんどん進んでます。飲み切りました。さあ、焼けてきました。ハイボールおかわりしております。2杯目でございます。さあ、喉も潤したし、トントロいってみよう。こちらです。結構ね、脂もね、しっかりあるんですけどね、なんか食べてる感じはね、ヘルシーっぽく感じます。言い訳しますけどね、もうね、この塩加減がね、トントロはね、キムチも食べてますけど、これがまたね、ご飯に合うんすよね。ちゃんともやしナムルもね、残さずにね、ちゃんと食べてますよ。うん。うまいよな。米が進むと。あかんか。お米までおかわりしてたらあかんからね。トントロもね、これがね、ほんとあの、肉の甘みがね、あってね、肉自体甘くてね、まあ塩がね、それをね、際立たせるという、噛めば噛むほど味が出ると。あかん、焼肉って危険だな。
まあ焼き鳥も危険やったけど、うん、焼き鳥はねたくさん食べちゃうけど、やっぱ焼肉の時はね米やね、この米が危険やなと。米が進む進む、もう酒もねたくさん飲んじゃうけど、うん、一番のね、うん、問題点は米食べ過ぎちゃうことです。でもね焼肉の時はね絶対食べたいですからね、ほんと美味しいですよ、うん、ね、止まらないっていうのがねいいです。あ、美味しかった、ごちそうさまでした。焼いてみ様いかがでしたでしょうか。とってもね美味しいね焼き物たくさんいただきました。まあ初めにね今日は行くとこあるって言うたんですけどね、結局ねお店をね見つけることができず、まあそれで右往左往してたらね、ちょうどお店でね前でね、どうですかと、あ、すごい美味しそうなご案内がしていただけたんで、それでねフラフラっと入ってしまいました。でもね入ってよかったです。まあこういうね運だけはねむちゃくちゃあるのでありがたいなと。そしてねもう初めのねもう突き出しからねもう焼き鳥から焼肉まで全てね美味しくてね堪能させていただきました。まあ場所もね三宮駅からまあ5、6分歩いて知れてますんで、北の坂をね入ってもうすぐのところになりますんでね、まあ、ちょっと路地になるんでね探していただいた方がいいと思うんですけど、まあ、すぐ分かると思いますんで、ぜひね探してでもね来ていただきたいお店です。また私もね寄らせていただきたいと思います。これどっちをメインで行くかなちょっと考えたんですけどね、焼き鳥をメインで行くか焼肉が行くか、でも両方ともね今回ねちょっと試させていただきました。まあそれ以外に一品料理も結構あったんですけどね、そちらをね今回ねちょっと少なめでさせていただきましたんで、次回ね寄らせていただいた時にはそう一品もね楽しみながら美味しいお酒飲ませていただきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。